どうも、ふーたろーです。今回スーパーの方で今回こちらを見つけました。カラカラ魚、激辛のやつです。辛いラーメン見つけたので、今回はこれをまた挑戦してみようかなと思います。スガキヤさん、大変辛いので辛いのが苦手な方はご遠慮ください。辛いのは苦手でないのでご遠慮しません。今日はこれを挑戦します。豚骨魚介激辛、こちらは熱湯で4分です。火薬入りスープの素、後入れの粉末スープ、そして液体スープ。ではお湯入れて4分待ちたいと思います。4分経過しました。では後入れスープ入れていきたいと思います。わかっ、液体スープ、うわ、なんかすごい、もうすでに赤いです。混ぜて仕上げます。カラカラ魚ですが、混ぜましたがなかなかの赤さです。ではカラカラを挑戦してみたいと思います。いきます、トップウォッチスタート。いただきます。おお。うん、あ、これも一口目から辛い。辛いけど旨味はある、美味しいです。辛い。はい、麺の方は終わりました。あ、ではスープ取り掛かります。熱い、熱い、辛い。こっちピリピリする。やっぱり麺より、ああ喉く、やっぱり麺よりスープの方が辛さはきついです。唇痛い。辛い。ああ、口が痛い。これはスープきつい。よし、完食です。ストップ。あー、辛い。あー、今回もめちゃくちゃ汗吹き出してます。辛っ。カラカラウオ、なかなかの辛さです。口が痛い。この周りなんかめちゃくちゃ口が腫れとるような感じ。ピリピリ、熱っ。とりあえず完食しました。今回は前回よりだいぶ早くなってます。じゃあ4分4分0057、ごちそうさま、完食しました。痛い。